皆さんこんばんは。東京カメラ部代表の塚崎と申します。本日はですね、東京カメラ部のアカウントでですね、カメラ飯という企画を開始したいと思います。あ、こんにちは、どうも皆さん、ありがとうございます。あ、早速たくさんの方がお来ていただいてありがとうございます。で、本日は特別ゲストとしてですね、東京カメラ部10選の井上さんにお越しをいただく予定になっております。で、この企画はですね、カメラ飯という企画なんですが、先ほど申し上げた通り、なんでこんなことをやってるかというとですね、これは東京カメラ部10選の唐木さんという方から、実はこういう企画どうだろうかっていう、アドバイスというかをいただいたことがきっかけで始まった企画になります。で、やっぱりですね、今は、外出なかなか難しい時期であるので、これを見て作りに行きましょうとちょっと言えない状況ではあるんですけども、これを見てですね、なんですかね、皆さんが自由に旅行できるという状況になった時に、ここで行ってこういう写真撮りたいなとか、自分だったらこういうふうに撮りないなとか、そういうようなことを考えていただきたいなというふうに思っているのと、あとはその時に写真を撮るだけじゃなくてですね、ぜひちょっと一緒に地元にお金を落としていただくという意味でもですね、ここで食べるということを考えていただければということで始めた次第でございます。すいません、なんかちょっと井上さんがもう先にご招待する前にちょっと操作ボタンを押しちゃったみたいですけど、ありがとうございます。せっかくもう井上さんに来ていただいたので、今井上さんはどちらにいらっしゃるんですか？あ、今聞こえますか？僕の声は聞こえます。はい、聞こえます。良かったです。はい、僕今札幌に来ています。で、そうなんです。はい、そうなんです。今日からですね、札幌での仕事がどんどん始まってまして、明日以降は撮影の仕事もどんどん入ってきているので、もう忙しくなってしまったなというところですね。はい、でもそれはいいですね、本当ね。はい、今こんばんは。こんばんは。どちらのお店ですか、ここは？そうなんです。これは札幌の丸豆コーヒーというお店に今来ていまして、でこの通りですね、僕の後ろには今まで撮ってきた、プリントを飾ってもらっている、そういうお店です。でコーヒーが美味しいだけじゃなくですね、まさに今回のカメラ飯の企画の通り、札幌での撮影があったら最後は僕はここに立ち寄って、ご飯を食べて帰るという、そういう場所になっています。はい、井上さんの、ね、写真を見ながらゆったりとコーヒーが飲めるお店っていうことですね。そうですね、はい、そういうなんかいいお店だと思います。はい、じゃあ早速井上さんの写真をちょっとご紹介させていただきながらですね、カメラ飯企画スタートしたいと思います。まず1枚目です。はい、そうですね、これ何の赤ちゃんか分かりますかね。 お母さんのお尻から顔を少し出してるんですけども、これタンチョウの赤ちゃんなんですね。で、タンチョウの赤ちゃんが今、ちょうど今頃生まれてきて、こんな感じでお母さんと一緒にいるのを見ることができるんですが、これ根室なんですね。で、根室の、ある宿に行きますとね、そのタンチョウの親子が見れるんですが、ちょっとね、今年親鳥たちが縄張り争いをしたらしくて、卵が壊れてしまって、今年はちょっと難しく、また来年なのかなというところなんですね。はい、ちょっと次の写真を、そのタンチョウの環境ですね。あ、そうですね、こんなところにいます。西の空にですね、夕日がこう沈んでいって、で、僕はね、小焼けになった後がいいですね。日が沈んだ後、しばらくの間こうやってタンチョウの親子とですね、よく見ると見えるでしょうかね、お父さんお母さんの左側に赤ちゃんが佇んでいるんですね。あ、皆さんこんにちは。そうするとですね、このシルエットで親子を見ることができて、時々お父さんとお母さんが、食事を与えるっていうのを見ることができます。で、タンチョウって一度結婚するとつがいになるとずっとこうそのつがいを続けるんですよね。とても縁起のいい、鳥なのかもしれません。毎年同じところで子作りをして、育てるという光景を僕らも見ることができます。これちなみにもご質問ありましたけど、はい、北海道の根室ですよね。そうですね、はい、根室ですね。はい、根室で、皆さんどんどん質問をコメントでしていただいたら、僕らどんどん拾っていきますので、ガンガンコメントをいただければと思います。そして、はい、こんな写真を撮った後、井上さんが食べられるのが、
ああ、そうなんですね。北海道をね、よくご存知な方だとですね、なんで根室にこの焼き鳥弁当が出てくるのかなんて思うんですが、この焼き鳥弁当、僕の好物です。ただですね、パッケージの蓋の絵を見てください。焼き鳥って書いてるのに豚の絵が書いてありますよね。です北ね。海道の一部の地域では、焼き鳥と言いながらですね、焼き豚が入ってくるというですね、不思議なことが起きてるんですが、ちょっと蓋を開けていただけますか。はい、じゃあちょっと次の写真を。はい。蓋を開けるとですね、こんな風に、豚串が刺さっているんですね。で、これがとっても美味しいんです。で、一応函館名物なんですけども、どうやらですね、根室のコンビニのタイエーというところがありまして、タイエーのタイエさんが、函館に行った時に、この焼き鳥弁当を見て、食べて、なんと美味しいんだと、根室で無理たいと思われたそうで、今はですね、函館と根室で食べることができるんですね。で、かつて、函館と根室といえばですね、ラクスマンが根室で開港せよなんて言ったりですね、下田と一緒に開港されたのも函館で、日本の鎖国が少しずつ解かれていくきっかけになったのが函館と根室ですから、なんかね、こう、土地の関連性がこんな焼き鳥弁当にまであるなんていうのがちょっと面白いなというところですね。なんか一部見れない方がいらっしゃる、泊あまっらららてら。る方もいらっしゃるみたいですけど、多分ですね、我々も同じように視聴してみてはいるんですけども、配信はされてるようなので、一旦ちょっとアウトして、もう一度見ていただいたりそうとですね、か、再通読信み環込境をみがいいね、かもしはれい、ないしていでたすね。だくと、はい。ちょっと、よろしいかと思います。よろしくお願いします。で、これ以外にあ、動いも、た。よかった、よかった。すいません。ありがとうございます。よかった。はい。はこい。れは、なんかカレーライスみたいに見えますけあ、ど。そうそう、カレーライスに見える、これ、エスカロップというメニューでして、根室のいろんな喫茶店でそれぞれ趣向を凝らした、バターライスにトンカツが乗っていて、その上に、デミグラスソースが乗っているという、あ、シンガポールから見ています。ありがとうございます。そんなすごい、ご飯があります。で、普通な方はですね、おそらくいろんなお店を回るんだと思うんですね。僕まだ3つ、4つしか回ったことがないんですが、こちらのエスカロップは先ほどの隊長がいたあの写真、あの写真ですね、あの写真を撮ることができるところに実は宿がありまして、その宿で出てくる、晩ご飯に出てくるのがこのエスカロップなんですね。とってカレーもじゃ美ないんで味しいすでね。す。いや、カレーじゃないんですね。はい。ただでこすれね、僕は。ね、40過ぎてこれ食べるとですね、ちょっとね、胸焼けして、夜寝れなくなることがあって、ほどほどにしないといけないんですけども、でも、これも美味しいですね。はい。これ美味しそうですね。もう今までこの食べ物自身を知りませんでしはい。た。で、ちなみに奥に見えてるのが、はホタテの小さい貝の味噌汁なんですよね。はい。それおお、もとっすても美ごい。味しいです。はい。これも美味で、しそう朝で起きすね。ると、また隊長が、コテージの目の前にいるという最高のシチュエーションの場所ですね。これを食べながら単調も見れるという場そう所ななんんでですす、そうなんね、です。こ最こは。高です。はい。もうちょっといいお店ですね。そしはい。て次、まあ、やっぱり北海道といえば先こほれ。どの隊長の写真を撮るのにどれぐらいかかりましたか？天気が良ければね、いつでも撮れちゃうというすごいところなんですね。あまり大きい声では言えないんですけどね。いや、お店からすぐのところで撮れるんですもう、よね。そうです、そうです。お店からすはい。ぐですから。はい。はい。エアコンの効いた環境で待ってパッと撮れたりするそうですね。はい。いい場所だそうです。さて、はい。今映ってるのがですね、突然コンビニのご飯が出てきてると思うんですが、これはセイコーマートの、ホットシェフシリーズのカツ丼なんですね。これ北海道の人たちだとですね、結構美味しいというのを知ってると思うんですが、僕が食べてるカツ丼の中ではですね、これやっぱり3本の指に入れてもいいんじゃないかなというカツ丼です。で、とにかく1回食べてみてください。500円でこの味なんてみんなびっくりですから。マジですか。そうなんですね。いいもの取れたらこれ食べていいですからね。ラーメン屋がないときはここに行って、セイコーマートに行って、このカツ丼を食べると。はい。これがいいですね。セイコーマートは本当美味しいですよね。いやー、美味しいです、美味しいです。はい。多分コンビニの概念が少し変わるぐらい美そうで味しい。すね。特にこのホットシェフシリーズが最高ですね。はい。店内調理のシリーズを展開している店舗とそうでない店舗がありまして、ホットシェフって書いてる店舗で買うのがベターですね。なるほど。ちなみに、セコマって書いてます。いらっしゃいましたけど、そうなんですか。セコマって言うんですそうね、皆そうさんそう、セね。コマって言うんですよね。セコマ。僕はね、高校の頃、セイコーマートのことをセイコマって呼んでたりしてたんですけどね、いつの間にか、セコマってね。ああ、そうそう。たかたかさんね、そう、セコマのカツ丼、本当美味しいですよね。はい、僕大好きなんです。はい。ぜひね、北海道行ったら結構ね、いろんなところにありますからね。
セコマでも食べてみていただければ。はい。そして次が。あ、半田夏美さん。あ、半田さんも、セコマートのカツ丼美味しいですよね。あんまり食べると僕は半田さんにすごい怒られちゃうんですよね。あ、そうそう、レジの横に置いてるゆでとうきびも美味しいって、そうそう、僕もね、食べるんです、美味しいですよね。こんばんは、侮れないですよね。そしてこれなんか、なんかかかってるみたいな。あ、そうそう、おにぎりも大きくてね、美味しいんです。僕ね、明太マヨネーズが大好きですね。そう。で、忙しくなってきますね、これ。今映ってるこの羊羹パン、これ僕大好きなんですよ。で、アンパンより僕羊羹パンの方が好きなんですけど、羊羹パンってなんだこれってなるとですね、羊羹が、コーティングされてるパンがあるんです。これ多分ね、北海道でしか僕見たことないんですけどね。しかも北海道の、これまたセイコーマートでしかあまり見かけないんです。で、時々他のコンビニでも見かけるんですけども、このかかってるコーティングの厚さが一番厚いのは、セイコーマートのこのタイプの羊羹パンなんですよ。ぜひですね、試してみてください。まあ、どうせね、食べたらあんパンなんですけどね。でも、気持ちがちょっと違いますから。え、ね、この中にあんも入ってんですか？いや、実はですね、この中に生クリーム入っててびっくりするんですよ。あ、そうですか。すごいですね。はい。ぜひ食べてみてください、皆さん、はい。北海道のおすすめの写真はこの後も出てくるので、ちょっとお待ちいただきたい。そうですね、ちょっと食べ物多いですよね、はい、今のところ、ね。多いですね。すごい、ね、半分食べ物番組になってきました。で、次の写真いきましょうか。はい。ああ、そうそう、三国峠ですね。これは有名な場所ですね。そうですね、三国峠、ね、三つの国というふうに書いて、三国峠ですね。はい、上川地方から、帯広の方に降りていくときに通るところなんですけども、やはり皆さん大好きなこの橋、一度は多分見たことあると思うんですが、羊羹パン大好きって方いらっしゃいますね。本当ですね。そうそう、僕も大好きです。そう、この橋、やはり、初夏の、緑が、気持ちいい時期もそうですし、あと秋になると紅葉も綺麗ですね。特に秋になると太陽とこう一緒に撮ることができるので、かっこいい写真が撮れたりします。冬もかっこいいですね。綺麗ですよね、はい、北海道ってそのね、さっき北海道でその春夏秋冬でおすすめって言ったら、うん、同じ場所でもね、春夏秋冬で相当表情変わるからいい場所多いですよね。そうですね、はい、三国峠、そうです、そうです。誰か今、はい、高カロリーってまだ羊羹パンの話してるんじゃないですかね。まあね、北海道はそういうところはあるかもしれない。そしてこの次の写真がね、またいいですね。ああ、そうですね、この地域に行くとですね、最近アルビノの、リスを見かけることができましてね、場所をね、具体的に僕はお話しできないのが残念なんですけども、きっとね、調べる方はああ、なるほどなと言って見つけることができるのかもしれません。はい、なんかシンガポールでも羊羹パンを売ってるっていう方いらっしゃいましたね。羊羹パンシンガポールにも、それはすごいな。すごいな、きっとあれですね、北海道の方がきっといらっしゃるでしょうね、これ。いや、これ本当アルビノ可愛いですよね。アルビノ本当可愛いですね。まあもちろんアルビノじゃない子も当然可愛いんですけども、この子モテモテでしてね、最初意地悪されてたんですけども、今年交尾してましたね。だまた子供が生まれるんじゃないかなと。ただ、さすがにアルビノですからね、子が白いかというとそれはなさそうな気がしますね。そしてやっぱり、はい、この帯広地域のおすすめといえば、インディアンのカレーですね。カレー、はい、北海道今スープカレーが大流行りではありますが、帯広に行くとですね、インディアンというルーカレーを、出すお店がありまして、これ安いんですよね。400円もあればですね、カレーをたっぷり食べることができるという、素敵なお店があります。どうやらこのお店、鍋を持っていくとですね、カレールーだけでも売ってくれるんですね。はい、すごく美味しいってことです。ここ皆さんね、カレーこうな鍋持ってってこう持ち帰ってらっしゃる姿を僕も見かけましたね。はい、これ、ね、なんか大阪にもあるインディアンカレーと、なんかちょっと関係あるみたいですね。関係あるんですかね。なんかこう、それを食べた人がこっちでやったみたいな、うん、なんか、いやもうこのインディアンカレー本当うまいですよね。テイクアウトもね、そうです、テイクアウトもできますね。はい。はい、並々とね、ルーが入った。並々と、これね、ごめんなさい、これ、大盛りを食べないってみんなに約束してるんですが、これ大盛りでした。はい、涙みたいっていうのは大盛りのせいです。はい、これね、多分スープっぽいカレーが好きな人はダメなんですけど、このドロッとしたカレーが好きな人にはこれたまらないカレーですね。たまんないですよね。はい、僕もこれ大好きです。これ帯広に行くと食べます、これは。
そうです。だから、北海道の、あ、帯広行ったことない。行海、くべきですよ。帯広空港で、飛行機の撮影、僕、動物の撮影もいっぱいするんですが、飛行機の撮影もしていまして、エアドゥという北海道の航空会社の、広告の写真を、あ、やばい、禁断の重りって半田さんに見つかって、見つかっグーた。出て怒きらて、れる、これ。怒られてま怒すられる。ね。はい。やっぱり飛行機の写真撮るとき、冬寒いですからね。そうするとですね、帯広空港で一番近いインディアに寄ってから撮影に行くんですね。そうすると飛行機が来るまでの間、カレー食べて待つことができてと。井上さん、カレーとラーメンで好きですね。そうそう、カレーとラーメンはいつも大盛りです。もう最高じゃないですか。もう初め真鍋からさんだいかぶらつっツッたコけミど、入ってカきレーた。じゃない、インスタかなって。いやいや、もうね、帯広行ったら皆さん、インディアン食べてみてください。もう最いや、高です。本当に美味しいはい。ですよ。僕ね、これはね、僕もハマりました。はい。しかも安いんですよ。だから、そう危なでい、すね。危ないやつです危ないです、ね。危ないです。ちょっとでもお金持ってるといっぱい使っちゃいますからね。はい。なんかいろいろトッピングできるんですよね。そうそう、ハンバーグをトッピングするとか、チーズを乗せるとか。で、先日ですね、エアドゥの職員の方々とインディアンカレーについて語ってたんです。実はですね、エアドゥって帯広空港に自社カウンターがちゃんとありまして、他の空港は ANA さんと共有なんですが、自社カウンターがあるので、その帯広の方と話してると、私はエビカレーしか食べたことがないって言うんですよ。で、僕、エビカレー食べたんです、インディアン行って。もうね、それ以外僕、エビしか食べてないですよ。それぐらいエビのカレー美味しいんで、皆さん、エビのカレーも食べてみてください。カレーは飲み物、それはもちろんです。あ、ケツ後乗せねってね、僕はね、さすがにね、デブ防止ですからね、デブ防止の観点から最近ね、カツは食べないようにしてるんですよ。危ない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 、危こない。れ。そして、モビーヒルでももう一やべ、個。またなんかすごいの来ましたね。これドライブイン伊藤の、豚丼。豚丼。はい。そうですね。はい。先ほどのリストは何ミリぐらいで、これ、ね、400ミリより長いレンジで撮ってます。まあ、やっぱりちょっと距離をね、取ってはい。撮らないなとかでなすかからね。近づけないので。はい。で、あと、雪玉のボケでは、あれは、フラッシュ焚いてないですからね。雪がボタボタ降る、大雪警報が出てる日に行って、撮ってます。はい。動物にフラッで、シュを厳禁なんでね。そうです。僕はフラッシュは焚かない主義なので。はい。で、この豚丼なんですけども、これ実はですね、新千歳空港でも食べることができまして、ものすごく美味しいです。ぜひともですね、新千歳空港、撮影が早く終わって、レンタカーも返してしまって、空港で何しようかなって言ったらですね、この、豚丼を食べに行ってみてください。やった、アイスコーヒー出てきた。よかったです。豚はい、丼ってあんまり好ありがきじとゃうなございます。かったんですけど、帯広行って食べたら別世界でしたね。これはね、行かれた大方い興らっし奮ゃでいす。ますね。あ、ジジュュエリリーアアイイスス。取りに行っ続たときに、に。そうですね。この豚丼はうまい。あ、松井さんも食べたことあるんですね。カツは食わねえと豚丼は大盛り。これ見て大盛りってバレるんですか？すごくないですか？これであ、も、食べました。はどう見ても大盛りですよ、これ。い。大盛り食べました。ご飯が見えないですもん、だって。やっぱ荒れますね。バレますね。ダメですね。そして次の写真は、ああ、綺麗なのが出てこきれましはた僕が住んでるね。町ですね。僕が住んでる町、東川町です。旭川空港のすぐ隣、美瑛町の隣、旭川市の隣、ここにあるのが東川町でして、井上さんを超える動物写真家になって、いや、僕ら全然ですからね。食べてばっかりですから、この通り。東川町、すごく素敵なところで、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、写真甲子園、写真の街をやっていまして、写真甲子園の舞台になっているのが、この東川町なんですね。何よりですね、この東川町の、特徴というのは、水道普及率がなんと5%未満。僕の家にも水道ありません。すごいと思いません？ですから、I can't understand 日本語って書いてありますよ。大丈夫ですかね？ ごめんなさいね。朝起きるとですね、じゃんけんするんですよ。で、じゃんけんで負けた方が、ポンプしにね、こう走るっていう、ね。嘘ですよ、これは。そんなことないですね。ちちょっとゃん聞いとてません？ 蛇口から出ましたね、これ。蛇口ひねると、家のポンプがウィーンって動いて水が出てくるんですね。そういう素晴らしいところで、やはり家に帰ってきたら最初にすることは水を飲むことなんです。
で、僕今月に25泊外泊して撮影をしてるんですね。で、コロナ前はですね、コロナって単語もね、言うのもあれですが、例の C ってやつですね。C の前は、月に25泊外泊して撮影していて、で、飛行機は年間100回乗るという無茶苦茶な生活してたんですが、やっぱりね、帰ると最初に飲むのが家の水なんですね。その水が、ああ、帰ってきたなと。そしてその水をですね、お風呂にいっぱい溜めて、そのお風呂に入るというね。これが、東川の贅沢なのかなと思って暮らしています。その東川にはですね、多分北海道で一番美味しいお米が作られている田んぼがたくさんありまして、で、その田んぼに水をたたえているのが、この調整池なんですね。ここに立派な桜が咲いていて、この一本桜が、町民の目を楽しませてくれる、そういうところなんですね。なんか、松井さんが、はい、地下水最高って言ってましたけど、本当にここの地下水最高ですよね。最高ですね。はい、こう、実際北海道の方が、東川町さんって、こう、水を無料で汲める場所があるんですよね。うん、ご用意されていて、そこに、いろんな町から来て、水汲んで帰られるんですよね。そうですね。なんか喫茶店で、コーヒー入れるのに使うとか、ラーメンを作るのに、はい、麺を作るのに使うとか、そういうことをおっしゃってますね。なんかその北海道のあの美味しいグルメエリアの人たちがみんな水を汲みに来る場所というぐらい美味しい水のある場所が東川、ね、そうそう、でそのお米で作ってるお酒もってありますね。そうそう、お酒も美味しいですよね。お酒も。で、このもう水田がでかくてね、池みたいなんですよね、うん、全部ね。はい。だから今の季節だとちょうどなんか水田の中に町が浮いてるみたいなのが東川、ね、はい、そしてそこで食べれる、そして食べるものは、ああ、そうそう、これね、なんと言ってもね、これなんです。皆さん、これね、何かわかりますか？ハンバーグが見えないハンバーグディッシュですよ。すごいと思いませんか？ご飯がハンバーグを隠しちゃってるんです。でも、このハンバーグが200グラム近くあるんですよ。これが一番小さいサイズです。もうね、これ、大盛りにしたら絶対食べれないですからね。僕でも無理です。でもですね、これが美味しいんですよ。ただやっぱり健康のこと考えると、この奥に見えてる、サラダから食べるわけですよね。もうね、サラダだけでお腹いっぱいになるんです。よく言うじゃないですか、健康のために。げんこつ1個分の野菜を食べろと。もうね、これげんこつ1個分ちゃんとありますからね。あります、ね。で、これ食べたら、もうね、ハンバーグ最後までいけないんですよ。これもあれですよね。きっと、半田さんから怒られないように一生懸命ちゃんと言ってるんでしょ。いえ、危ないでしょ。この、3月はですね、僕、こっそりとですね、テイクアウトとかですね、宅配のこのハンバーグを食べましたね。もうね、家でも食べきれないなっていうね、普通盛りでした。はい。いや、これは本当に美味しい。俺は美味しそうな。僕ね、ちなみに東川町さんだとあれなんですよね。おにぎりのお店に、玄米のおにぎりの店があって。ありますね。美味しいですよね。どのおにぎり好きですか？僕はね、中に、はい、卵が入って、黄身の状態の卵が入ってるやつが持ち帰りできないんですけど、ああ、すごい。その場ですぐ食べるってやつなんですけど、もうめちゃくちゃうまい。ちょ、大変ですよ。半田夏実さんが騙されないぞって。いやいや、気をつけてるんですから。少し痩せたと思いません？僕はあれですよ。この3年間の中ではちょっと比較的体重少ない方なんですよ。ちょっとスッキリしてるように見えますよね。あ、お店の名前後で、投稿しますんで、うん、ちょっとそこを見ていただけるようにしますんで。夏カフェと言います。夏カフェですね、ここは。はい、これは。で、ですね、実は、その次の写真をちょっと見てみましょう。これは。そうそうそう。いや、やつれたとか言わないでください。もうね、毎日、キツネの巣の前で僕、忙しいんですよ。ただね、キツネの巣の前にいると、ずっと座ってるから、ちょっとね、太っちゃうんですよね。車の中でね。本当ね、それはね、良くないですね。特に昨日、一昨日僕が監視していた狐の穴はですね、お父さん、お母さんがすごく、警戒心が強くて、僕の顔を見ただけで、なんか遠くから吠えてくるんですよ。もうね、車の中から降りられないんです。あ、痩せた気がしますと。ありがとうございます。ありがとうございます。インスタのエフェクトじゃないですよね。はい、ありがとうございます。そうそう。で、ちょっと話を戻すとですね、これは僕の家の近所にあるジビエ料理のお店なんですね。で、鹿、羊、ウサギとですね、道内の、キツネ以外の肉は全部食べることができるんじゃないかというようなお店なんですね。はい。このお店まで行く間はですね、すごく僕罪悪感に駆られていくんです。さっきまであんなに可愛いのを追いかけてたのに、うーんと思うんですが、
やはりね、自分の目の前に出てきちゃうとですね、ナイフとフォークが勝手に動き出してですね、僕の口に美味しいものを運んでくるという、そういうお店なんですね。ここもちょっと行ってみたいですね。はい、で、実はですね、東京カメラ部ではですね、はい、東川町さんの、インスタグラムの応援もしてまして、今まだ始めたばっかりなんで、フォロワーさん270人しかいないんですけど、ぜひちょっと皆さんフォローしていただいて、はい、で、東川ね、行く機会がありましたら、ビジット東川のハッシュタグつけて、投稿いただければと思います。また、今はね、はい、他のエリアからちょっと東川さんに行っていただくということはちょっとできないんですけども、うんうん、まあできないというか、まあちょっとあまり、推奨はできないんですけども、うん、落ち着きましたらね、ぜひ行ってみてください。本当に、ちなみに東川町米うまいっすよ。僕、ね、東京でもね、これ仕入れて食べてます。あ、フォローありがとうございます。はい。はい、あ、フォローしました。ありがとうございます。ちなみに、確か東川町では、東川町にいらっしゃる方々に、散財の宿泊券の補助というのが始まってまして、で、何泊もできるんですよ。何人でもいいんですよ。これすごく素晴らしいことだと思いますので、ぜひともこの北海道の真ん中あたり、富良野、旭川、このあたりをですね見たり、あと旭山動物園ですね、それを見に来る際は東川も、宿泊地の候補に入れていただければ楽しいかなと思います。ご飯美味しいし、朝日岳もありますしね。そうですね、朝日岳も素晴らしい山ですからね。はい、山頂までね、ほとんどリフトで行けてしまうので、すごい高い山というか、すごい雪山に楽して登りたい方には最適の山。そうですね、僕がそこで撮るとですね、僕がそこでレンズの作例とか撮るとですね、井上は山岳写真を撮ってるのかと、腹でと言われるような写真が撮れちゃったりする素晴らしいところなんですね。東川、本当、松井さんも言ってくださって、本当にぜひ、ね、落ち着いた、はい、お米東川のもの買いましたよ。ありがとうございます。そうね、早く行けるようになるといいですよね。本当ですね。本当にいい場所なんでね。そして次はもう、北海道といえばね、ここは外せない。あ、美瑛ですね。丘が連なる美しいところ、美瑛です。やっぱりですね、僕は北海道に、まあ、出戻りなんですけどね、僕、どさんこなんですけども、本州から写真家になろうと思って、北海道に戻った時に、住むことに決めたのが東川町なんですが、その隣にあるのが美瑛町です。婚約者がこの美瑛町出身者ですね。こんな素晴らしいところに行けて、美味しい水もあって、で、全国どこに行こうにもですね、旭川空港が家から車で5分と、あ、10分かな、5分って言ったらね、僕のスピードがおかしい、ちょっと問題になります。はい、10分で行けます。はい、で、そういったところで、生きていくことができたらいいなと思って、移住したとき、移住を決めたときに見ていたのが、こういう光景でしたね。はい、本当に美しいですよね、これはね。ちなみにね、美瑛町で撮った写真が結構井上さんのいろいろ人生変えてますよね。確かカメラ部に投稿いただいた写真もそうでしたよね、あれ。あ、そうですね。カメラ部で、脚光を浴びさせていただいた10選になった時や、はいはい、その前に、コンテストに入賞したのも美瑛で撮った写真ですし、うん、僕の写真が、ナショナルジオグラフィックで賞を、撮るとことになったのも、美瑛の中で撮ったキツネの写真でしたね。キツネたくさんいますから。キツネ撮りたい方はですね、どうぞ北海道においでください。美瑛は結構いますよ。いますね。はい、まあ、ただ、キツネ触ったりとかね、餌をあげたりする、そうそうそう、それはちょっととんでもないことあるんですよ。餌をあげるのは絶対ダメですし、あと、キツネの糞の中にエキノコックスというですね、飯の話をしているときにこういうのもなんなんですが、結構、良くないエキノコックスという寄生虫がいます。で、その卵が入ってるんですね。で、その卵 0.03 ミリです。で、それが体の中に入って、運悪く排出されないで孵化しちゃうと、10年、20年、30年経ったら、皆さんの肝臓を食い破ったりですね、ひどい時に脳を犯したりするんですね。で、ものすごく静かに体を侵襲していきます。で、僕も怖いから、検査を2ヶ月に1回するんですけども、でも、完璧な検査ではないんですね。ですから、気をつけてください。で、特に、例えばですよ、レンタカーを借りて、北海道でドライブをします。で、何か食べながらドライブしてるときに、ポロッとね、何か落としちゃった車の床に。車の床は、エキノコックスに汚染されてると思った方がいいです。特に、風景写真撮ってる人の車の床はやばいと思った方がいいです。動物の写真もっとやばいです。そう思って、生活するだけでも、
ものすごくあのリスクを減らすことができると僕は信じてます。はい。そうですね。ですから皆さんもどうかお気をつけください。はい。ね、今が移住したいっていう方もいらっしゃいますけどね、ぜひぜひちょっと、あの、ね、これだけちょっと都心が今こういうリスク状況ですからね、あの、こう、情報共が落ち着いたらね、あの、こういうところで、あの、住まって暮らしながら仕事をするっていうのもね、はい、あの、オンラインで仕事ができるようになってるから、あれですけどね。富良野にもキツネいますよ。今頃のメスキツネを子育てのために痩せています。そうですね。富良野にもいますね。あの、僕あまりどこでキツネ取ってるか内緒なんですけど、僕昨日富良野で取ってましたよ。可愛い子がいました。はい。うん。リエ綺麗だから行ってみたい。もうぜひ、本当にぜひ行ってみてください。もう、はい、あの、多分びっくりしますよ。あの、僕らの業界で、あの、美瑛マジックっていう言葉があって。あの、美瑛上で撮ると、大体あの、普段、風景写真撮ってる人が1段、2段上手くなるっていう。要は、美瑛のおかげで綺麗な写真が撮れてしまうっていうね。そうですね。はい、いうぐらい、あの、有名な場所ですから、はい、ぜひ行ってみていただければと思います。そして、ちょっと次の写真。撮るのにおすすめの季節はいつですか？ですね。今時は、キツネの子育てに会うことができるかもしれません。ただ、皆さんね、キツネの子育てどこで見れるかの情報は隠してます。じゃあどうやったら見つけられるかってね、これあまり僕あのいつか YouTube でこれ喋っていっぱい再生回数稼ごうかなと思ってたんですけど、ちょっとだけ話をすると、キツネの子供って夜更かしなんですよ。夜遊んでます。ということは夜にドライブをすればいいんです。夜に北海道の田園地帯や峠道をドライブしてると運がいいと子キツネが遊んでる場所に遭遇します。あとはそこを昼間に張るだけですよ。特に朝と夕方出やすいですから、そんな時間に引っかかるようにあの張り込みをすれば、かなり高い確率で子ギツネのいる場所を見つけることができます。ただね、はい、餌付けとかあの近づくとか、うんうん、本当にやめてください。そうですね、これ絶対ダメです、はい、あ、なんか今土屋先生もいらっしゃってましたね。どうもすいません、あの、そうです、今土屋先生いらっしゃってびっくりした。先生こんにちは。お世話になってます。ありがとうございます。はい。はい、そしてこの美瑛の朝の美瑛の写真、やっぱり綺麗ですね。そうですね。ちょっとその前に戻ってください。はい。そうですね。あの、はい、この次の季節の美瑛っていうのは最高でして、はい、あの、ね、9月から11月ぐらいが、あの、とっても、あ、東京に野生の鹿出たってそんなことがあるんですか？すごいですね。はい、ついにね。あの、9月から11月の第1週ぐらいまで霧がすごく綺麗な季節になります。この頃ですね、あの、キツネはちょっと取りやすくなります。キツネは、あの、夏の間取りづらいですから、緑がいっぱいあると隠れちゃうんで。でも、小麦の刈り取りが終わった後や、ビートの刈り取りまで全部終わった後の、ちょうどこの10月、11月ぐらいになると、キツネの姿が見えやすくなります。で、最も見やすいのは冬ですからね。冬、あの、雪の中にポツンといるキツネシリーズって僕大好きでいっぱい撮ってて、最近すごいんですよね。インスタグラムでキツネとかキタキツネって入れて検索すると、恐ろしい量出てくるんですよ。皆さん撮るようになりましたね。大ブームにしちゃいましたね。はい。で、あの、ただですね、まだ皆さん、あの、雪の中のキツネってあんまり撮ってないですからね。できたらですね、あの、雪の中のキツネも皆さんいっぱい撮ってみてください。この秋から冬にかけてのね、北海道ってね、うん、観光オフシーズンですけど、いい時期なんですよね。ああ、そうですね。食べ物も美味しいですからね。あ、いいですよね。今ね、今日食べ物の話していい時ですから、ね。そうです、いいんですよ、いいんですよ。食いしん坊だと思われるところでした、今。そんなこと思っちゃって。大丈夫ですよ、今日は、ね、はい。いや、大丈夫です。あのね、観光オフシーズンなんで安くなってる上に、この秋のこの綺麗な景色と雪と、さらに食べ物が夏よりもさらに美味しいですよ。あの、夏場行って、6、7月行って北海道美味しいなって言ってる皆さん、違いますよ。もっとですよ。その後ですよ。9月、10月。やばいですよ、北海道。そうですね。大変なことになりますよね。うん、もう食べたらもうすごいもん、ね、もう食べ物を期待したことある。いろいろさ、言ってくれ。いや、ほんとね。キツネを撮影するときのレンズは何ですか？もうみんなキツネにね、あの、注目ですね。あの、キツネ撮るときはですね、僕ね、あの、400ミリを使ったり、600ミリ使うことも多いんですけども、70、200も好きです。200ミリぐらいで撮ったりすると、本当に綺麗に撮れることがあります。あと、広い風景の中にキツネがポツンといるやつは基本的に、70ミリぐらいで撮ってますね。はい、住んでるから頑張る。住んでらっしゃったらね、ぜひぜひ、ね、いいですね。撮ってみてください。はい、そして次の。キツネの黄色、黄金色、いいですね。そうそう。輝いてますよね。さあ、そしてこれは、
11月の第1週、美瑛が僕はね、一番綺麗な時の一つなんじゃないのかなと思うんですね。この写真よく奥の方を見るとですね、カラマツの紅葉が見えます。このカラマツの紅葉に、秋巻小麦が芽吹いたばっかりで、こう、わって出てきて、緑の絨毯のようになるんですね。この時期も、とても綺麗です。で、この時期、まあ、全国的にですけども、航空運賃が一番安くなる時期です。11月。この時期にですね、めがけてくると、例えばレンタカーも安いとか、いろんなものが安く、さらにですね、まあ、ここでいらっしゃる皆さんは車中泊を辞さない方もたくさんいらっしゃると思います。車中泊なんとかできる限界がこの時期ですから、ぜひともですね、挑戦をしていただければなと思います。ね、まあ、まあ、できればね、地元にね、お金を落とす意味でもね、ペンションなりね、ペンションとかも安くなってるんでね、ぜひ、泊まっていただければと、こう、井上さんがね、こう、指導されてた、こう、ペンションもあるんですよね、美瑛にはね。ああ、そうですね、うねうね畑と雲の月というですね、たった3部屋しかないペンションなんですが、ペンションの裏にはですね、皆さんが大好きな赤い屋根の家なんていうのがあったりしまして、最高のロケーションのところもあります。もうね、もちろん美味しいものもいっぱい出てきますから。うん、で、そこはカメラマンの人の習性分かってるペンションですから。朝早く出てって、ご飯は8時、9時でいいんだと。そして、晩ご飯は、撮影が終わった後でいいんだと。そういうわがままにだいぶ応えてくださるところですから、ぜひともですね、探してみてください。うねうね畑と雲の月。いい場所でしたね。僕も実は一泊させていただいたことがあるんですけど、あ、そうだったんですね。はい。車椅子の方でもね、多分、すごくこう、全部そういう施設が整っていて、はい、年寄りを連れて行っても、車椅子の方が行っても、ものすごくいいペンション。はい、本当に。写真ね、撮るだけじゃなくて、うねうね最高ですよ、はい、本当に。行ったことある方いらっしゃるんですね、ご飯を。なかなか予約が取れない。うん、ああ、そうなんですね。予約取れないですよね。はい。あそこはいい場所ですよ。一部屋一部屋が大きくてね。うん、そうですね。ぜひぜひ。はい、窓からも写真撮ってます。何年か前、裏に狐住んでたんですよ。あ、そうなんですか。それ知らなかったんですよ。はい。窓をずっと見てるとですね、時々狐歩きますからね。はい。はいはい、ちょっとそこもおすすめなところで。そして美瑛の食といえば、もう美瑛は食がね、美瑛、ね、の美はね、美しい風景と美しい、美味しい食事の美だと思います。美食の美なんですね。美食の美です。皆さんこれ知ってますか、このエビ丼。このエビ丼最高ですよ。僕いつもこう言うんです。異次元のうまさだと。こんな、言い方ないかもしれませんけど、本当に美味しいんです。こんなエビ丼他にないっていうぐらい美味しいですから、ぜひともですね、試してみてください。純平というお店です。11月車で凍結は大丈夫ですか、スタッドレス必須ですか。そりゃそうですよ。北海道の風景写真家たちは11月の第1週はもうみんなスタッドレスですね。でゴールデンウィーク明けてからタイヤを変えるんです。1年の半分がスタッドレスです、はい、絶対スタッドレスにしてください、はい、あ、この前行きましたよ。純平は最高、ね、純平そうなんですよね。純平さんなんか今なんかテイクアウトもなんかやってるって話があったって聞きましたよね。はい、はい。この美味しいのは家でも食べれますから。そうそう、はい、サクサクなんです。食チャンネル。いや、そうなんです。食チャンネルなんです。今日は。ここのカメラ飯ですか。そうそう、カメラで楽しんだ後のご飯の話なので、カメラ飯っていう企画でございますんで。はい、ここね、美瑛町って海に一切接してないんですけどね。そうですよね。でも、美味しいエビ丼っていう不思議なんですね。地元の人がいつも誇りに思ってらっしゃるお店なんですね。はい、そして次の、こう、ちょっと見てみますと。ここもね、手作りのパンですね。フェルムラテールという、お菓子屋さんについているレストランなんですが、ここで出てくるパンが美味しいです。で、バターも手作りで美味しいです。で、ビーフシチューも美味しいんですけども、ぜひともですね、見ていただきたいのが、この、お店にですね、僕の撮った写真のプリントがデーンとね、大きく飾ってあるんですね。でかいのがありますよね。でかいのがありますから。でかいのありますね。ぜひとも見てみてください。はい。テルムラテールさんはちなみに美瑛町の小麦をね、使ってパンをこうやってらっしゃるので、美瑛の小麦が食べれるのと、あと実は東京とか、札幌とかでもお店出てますので、ぜひですね、あ、ちょっと先生もね、ぜひ一回カメラ飯やりませんか東京とかでも売ってますんで、フェルムラペール、多分ググってみてください。必ず、出てきます。これは美味しいですよ。家近くの500円ぐらいで腹パンパンになるオープンサンド。どこですかね、いや、食べたいですね。本当ですね。ちょっと次を見てみましょうか、これ。はい、テールさんのね。あ、
これビーフシチューですね。この芋がゴロッと入ってるのが北海道ですよね。はい、芋1個ってこう言うと、なんか丸ごとが1個きますよね。え、1ってそれみたいな。サイズが違うんだよね。もうぜひね、あの撮った後ね、ここもあの写真撮れる、すごいいい場所にあるので、はい、あのね、その後ここで食べるとかいいですよね、うん、本当にね。はい、で他にも美瑛で美味しいものというと、うん、あ、お蕎麦ですね。これはあの四季の風というお蕎麦屋さんなんですが、特徴がですね、10割の蕎麦、そして、からし、あの大体わさびがついてきますよね、薬味に。でもですね、ここはね、からし大根がついてくるんですね。それが美味しいです。これ、ね、なんかコシがあっていいんですね。はい、これ最高です。はい、築地でもね、うん、そうですね、先生、築地でもやりますか、カメラ虫ね、もういいですね。と、次を見ていただくと、ここもね、うまいですよね。そうです。そうです。あの、実はですね、これ、あの、あまり言っちゃいけないんですけどね、特盛りでした。はい。また怒られます。特盛りです。大盛り禁止だけど、特盛りまだあんまり禁止ない。それちょっとオーバーしてますよ。で、ここね、美瑛専科のね、パン。あ、そうですね、はい。農協の、お店ですね、アンテナショップなんですけども、はいはい、このあんパンですね、そうですね、超重量級ですよ。皮が薄くてあんこぎっしりなので、イメージとしてはですね、子供の頃に使った軟式野球のボールぐらいのイメージですよ。ずしっときます。うん、うん、はい、だいたい持った人がみんな重って言いますよね。そう、重って言うんですよね。重これちなみに有楽町の地下にある美瑛のアンテナショップでもこのアンパンは食べれます、食べれます。僕はあの、でも昼ぐらいに売り切れちゃうんですけど、うんうん、本当に美味しい。そして隣にあるのが豆パンですよね。あ、そうそう。ちょっとね、あの、グロなんで、苦手な見栄えの人もいるかもしれない。見栄えが苦手という方もいらっしゃるかもしれないんですが、ただ食べたらめちゃめちゃ美味しいですね。ナイス、はい、ナイス。あとあの、新千歳空港に行くと、新千歳空港の美瑛専科でしか買うことのできないコーンパンっていうのがあります。で、もうどん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 人気になりまして、今はですね、3時間ぐらい並ぶ人もいるそうなんですよ。僕も1時間並びましたけど、ね。いや、もうすっごい並ぶんですよ。はい、あ、そうそう、美瑛専科のフリーズドライシリーズ、これハマりました。そうなんですよね。焼きとうきびが一番美味しいですね、僕の中では。え、僕はね、あれですね、はい、あのアイス、あの、ソフトクリームのフリーズドライ。アイスクリームのフリーズドライも美味しいですよね。そうそう、はい、あれうまいですよ、うん、あ、もう太りますよなんて本当そうですよね。太りますけどね、絶対太ります。時々ですから、はい、ただあの美瑛専科今はね、多分あの結構人が少なくなってるので、うん、あの簡単に買えると思うんですけど、うん、こうね、ピークシーズンだと本当に午前中の早い時間に行かないと、はい、これ両方あの買えないです、うん、あの個数制限がある、一、ね、人買える量の、はい、そのぐらい人気のおパン、これも美瑛の小麦。このラスクも美味しいですね。青い池のパッケージのラスクも美味しいですね。美味しいですね。そしてそこで美瑛専科で言うと、これもありますね。そう。夏の間、美瑛専科ではこのいちごジュースを飲むことができます。これが美味しいんです。キンキンに冷えていて、甘くて、いちごの香りが鼻からふわーっと抜けていくのが最高なんですね。で、グルメですね。もうパターンとしてはですね、美瑛の朝は早いですから、今もう4時50分に日昇りますからね、3時半頃から待機ですから、長いんですよ、朝は。で、朝取って、社交の美しい時間を午前5時頃まで取って、で、そうするとその後、狐の時間になりますから、狐が起き始めてるのを、探して、で、8時頃に、ちょっとどこかで朝ごはんか何かをつまんで、ただお腹いっぱいにしないことが大事ですよ。この後いっぱい食べるものありますから。で、10時になったらですね、美瑛専科に行くんですよ。で、このいちごジュースを飲んで、で、ちょっとね、ひとっ走りして、またどこかのお店に入ると。そうするとですね、最高の、昼寝タイムを迎えることができると。はい、そうですね、風景写真家は昼寝ますからね。そうです、はい。ね、いや、これね、本当美瑛町ってそのセンスも良くて、うん、これ例えばね、このいちごジュースもちゃんと緑のストローが刺さって反対色が入ってるので、うん、よりね、ね、にくいですよね、ちゃんと綺麗に見える、はい、センスがいいんですよね。この美瑛線が本当デザインセンスが最高なんで、またうまいんですよね、はい。朝2時から待機することも、ガチな方は結構いらっしゃいますね。朝2時から待機、そうですね。はい、もうぜひ美瑛専科の揚げポテト、はい、ホクホク、そうそう、テイクアウトのね、揚げポテトも美味しいですよね。
はい。ですね。で、美瑛戦艦は、その、そういう意味で言うと、フリーズドライ系は、先ほど申し上げた、有楽町の、ビル、地下ですね、あれ、に、こう、なんか、美瑛のお店、アンテナショップがあるんですけど、美瑛町の、有楽町に。で、そこで、そのフリーズドライ系も買えますので、あと、確か、オンラインショップもやってましたよね。はい、そうですね。オンラインショップでも、今だと、アスパラが駆け込みで間に合うかもしれませんね。はい。アスパラはね、うまいですからね。鮮度が悪いとアスパラはこんなにまずくなるんだっていうぐらい変わりますけど、僕アスパラあんま好きじゃなかったんですけど、美瑛で食べて好きになりましたね。濃くて甘いんですよね。甘い。アスパラが甘いってありえないし。から待機もう皆さんすごいですね。ガチ勢の方が結構いらっしゃるので、じゃあぜひちょっと美瑛に行っていただければと思います。そうそう、交通会館のところですよね。はい、交通会館です。そうです、そうです。ちょうどで、ちなみに写真で旅する北海道美瑛というFacebook ページでなんですけど、これもですね、美瑛町さんの応援ということで東京カメラ部の方でやらせていただいてます。ここはもう多分たくさん、多分美瑛ファンが一番集まってる場所にすでになってると思うんですけども、ここにたくさん美瑛ファンの方が集まってくださって、皆さん美瑛の写真を投稿してくださってます。今はね、なかなか、遠くから美瑛に来ていただきくださいということは言えないんですけれども、過去に撮った写真等ですね、もしありましたら、ぜひこちらにもご投稿をいただければと。アスパラ注文して待ち中。そうですよね。もう、異次元の人のアスパラですから。はい。あれ知ってる方はね、シーズン前にもう予約してるんですよね。そうです、そうですね。にね、はい、今だったらでも、トウモロコシとか、北海道で言うと、ソウキビっていうんですかね。はい、今、注文して、まだ間に合いますので、うん、またね、あと東川町の。あ、やばいですね。あれね、生で食べれるやつ、ねはい。生で食べるやつですね。生で食べれるやつ。ただ東川町のお米もね、今から、うん、こう、注文したらですね、ふるさと納税とかでやると多分、一番簡単なんですけど、はい、ぜひちょっとご検討いただければと思います。うんそれ以外にもですね、今回、ここで放送したやつはですね、インスタグラム TV ですね、IGTV の方で、東京カメラ部のアカウントの方に、これを上げる予定でございます。でまたですね、どうしてもインスタでしか見れないじゃないかと、インスタアカウント持ってないとこれ見れないよって方がたくさんいらっしゃるので、そういうご要望いただきましたので、YouTube チャンネル、東京カメラ部をちょっと作りまして、作ったばっかりなんで、全然フォロワーいないんですけど、ここにこの動画アップする予定ですので、ぜひちょっとご覧をいただければというふうに思います。はい、そして、井上さん、今回、井上さんの写真集をちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？そうですね。ナショナルジオグラフィックから出ている写真集も、3年前に出たものなんですが、ありがたいことにですね、3釣りまで行きまして、まあ、ナショジオさんの中では、トップタイになったかなと。もちろん、もっともっとたくさん売れてる方もいらっしゃるんですが、皆さんの応援のおかげでここまで来ました。で、この出版にはですね、東京カメラ部を応援してくださっている皆さんにも、応援していただいて出版にこぎついたところがあります。その時の応援してくださった皆様に深い感謝を申し上げます。ありがとうございました。今でもですね、増刷が、続いてます。どうぞ、これからもよろしくお願いします。はい。まあ、書店とか、アマゾンでも買えますからね。あ、そうですね。書店、アマゾンで買うことができます。はい。はい。あとですね、もう一冊ですね。これがですね、エッセイ集です。もうね、僕ね、おしゃべりだから、あまりにも喋ってるとですね、余計なこといっぱい言っちゃいそうなので、これをですね、エッセイにしました。ぜひですね、このエッセイも読んでみてください。僕のね、ダサいところがいっぱい書かれてます。司法試験失敗しましたとかですね、医学部受験失敗しましたとか。でもですね、今ね、楽しく生きてます。このね、どうやったらで楽しくなるのかっていうヒントになるかなというような気もします。ぜひとも、読んでいただければと思います。あ、拝読しておりますと皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ北国からの手紙というやつです。ちょっと文字が反転して読みにくいかもしれないですけど、はい、北国からの、手紙というのと、これは、フォローミーというやつですね。はい、この2冊、今でも売ってますので、はい、ぜひ、食べ物はって言ってほしいので。卓上カレンダー買いました。ありがとうございます。はい。ウェブページから買うことができますので、はい。どうぞよろしくお願いします。はい。すいません。今日は、長々と、素晴らしい作品と、美味しい食事の話を言っていただいてありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。そして、丸豆コーヒーの皆様ありがとうございました。丸豆コーヒーさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。場所は、どちらでしたっけ？丸豆コーヒーですか？札幌の西18丁目、東西線西18丁目の駅から歩いてすぐです。はい。はい
ぜひちょっと皆さんもお立ち寄りいただければね、井上さんの写真も見ながらコーヒーがゆっくり飲めるお店だ、ね、ということですので、はい、はい、またお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうも、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。